旅行会社には頼みません。行かないけどもマニアックな旅をしたいっていう人の仲間ですから、10日から2週間行くと100万円ぐらいかかったりするんですよね、そういう予算が。ただ僕のやり方で行くと30万とかで行けた砂漠だとか、なかなかレアな場所、あとはリヤド泊まったりとか。はい、皆さんこんにちは、カンサマです。一人でバーに来てる女子、完璧に出会い期待してる。はい、よろしくお願いしますと。今回なんですけれども、シリーズ教えてカンサマーのコーナーでございますけれども、今日お話ししたいのは、カンサマいろんなマニアックなところ旅行してますよねって言われるんですけれども、そうなんですね。で、カンサマ結構お金使ってるんじゃないですかとか、私たちは収入が少ないからそんなマニアックなところになかなか行けないっていうことをよく質問されるんですよ。実際にかなり僻地の方に行ってまして、そういうのは日本から調べると、日本発着のツアーで行くと結構エクスペンシブ、つまり高かったりするんですね。ところが、まあ僕が今回教えてカン様のコーナーでは、いろいろちょっと裏技というか、裏技でもない、まあ裏技ですね、を伝授していきたいなというふうに思います。ハイパーノマドトラベラーですから、放浪しながら旅をして、インターネットを駆使して生活してるわけですけれども、去年とか一昨年行ったアフリカトリップに関して、ハイパーノマドトラベラーカン様の裏技というかお得情報みたいなものをちょっとシェアしたいなというふうに思います。で、僕はアフリカというとやっぱりワイルドサファリだとかサハラ砂漠だとか、なかなかレアな場所、あとはリヤド泊まったりとか、なんていうの、砂漠の中のキャンプツアー行ったりとか、キャメルライドしたりとか、まあそうそうたるマニアックなところ行くんですけども、例えば2年前なんですけど、約3週間から1ヶ月アフリカトリップに行ったんですよ。で、日本から大手の旅行会社で調べると10日間とか2週間ぐらいのツアー、あのもちろんフルアテンドなんですけども、飛行機、それから添乗員、ホテル、食事、全部付きなんですけど、10日から2週間行くと100万円ぐらいかかったりするんですよね、そういう予算が。ただ僕のやり方で行くと30万とかで行けちゃうので、そのあたりをちょっと伝授したいなというふうに思います。30万、40万ぐらいかな、できるんです。あとは何を食べるか、どんだけ飲むかによるんですけど、切り詰めまくったら30万ぐらいで、まあ多少飯うまいの食っても40万ぐらいいける。で、フルパッケージでいくと100万プラス食事代かかりますから。はい、どんな感じかと言いますと、まずですね、旅行会社には頼みません。で、今やもう飛行機とかはスカイスキャナーとかスカイゲートとか安いの調べて出てきますから、アフリカの場合はそういう格安航空会社の方で選びます。ただし今はコロナ禍なので要注意ですね。航空会社直のサイトでも結構安かったりするので、もし何らかの理由でキャンセルとかなった場合に、そのトラベルエージェンシーを通じてるとそこ経由で交渉しないとダメなんで、今はコロナ禍なんでエレギュラーが起こります、やっぱり行きませんよみたいながあるので、今は航空会社ダイレクトで安いチケットを探して選んだ方がいいと思います。多少安いからといって、なんていうの、エージェントを通じると交渉がそこ経由でしかできないので、空港窓口とかもできませんし、それはこのコロナ禍の間はおすすめしません。で、まず格安航空券を使うじゃないですか。で、僕の場合だとやりたかったことがワイルドサファリね、現地のその野生動物がいるところのツアーに行きたいだとか、あとはキャメルライドしたいとか、砂漠の真ん中のテントで泊まりたいとか、原住民と一緒に釣るみたいとかっていうのあるじゃないですか。で、その2週間とか3週間で100万ぐらいするんですけど、僕たち1ヶ月ぐらい行って3、40万だったんですけども、まずどうするかっていうと、旅行会社の、これ旅行会社泣かせなんですけど、すみません、旅行会社が敵なわけじゃないですよ、ちょっとお金がないけどもマニアックな旅をしたいっていう人の仲間ですから、まず旅行会社でそういうツアーのルートを調べます。そしていくらぐらいかかるのかっていうのを分かった上で、この時代は SNS の時代じゃないですか。
だから Facebook とか Instagram とかでこういう旅行行きたいんだけどみたいな、できれば英語の方がいいですね。でだから皆さん海外旅行するときは英語できませんとかなりますけども、これからインターナショナルの時代ですから、まず最低限度の英語をマスターすることをおすすめしますね。で現地でも当然フル日本語のツアーと英語のツアーって言いますと数が全然違います。まあ、当然日本語のツアーよりも英語のツアーの方が多いわけですから、まず最低限度の英語をマスターしましょうと。まあ、それに関してはまたフィリピン留学だとかマルタ留学だとかその辺は僕が、ご伝授します。でまずその英語なんですけども、キャメルライドしたいとか砂漠行きたいとか例えば原住民会いたいとかっていうのを英語でつぶやきます。誰かこういうのが知ってる人がいたら連絡くださいねって言うと、結局アフリカとかヨーロッパとかアジアでも各個人のツアーガイドっていうのはいます。で当然彼らは Facebook とか Instagram を見てますから、そういうのをハッシュタグつけると連絡いただけるんですね。そしてツアー会社で頼んだら100万とかのものを、こういうルート行きたいんだけどいくらぐらいできますかっていうのを聞きますね。そしたら何人かの人が連絡くれるんで、もちろんドライビングガイドによって値段が違いますけども、そこから僕のポイントは何かというと、インスタで結構反応がくれますね。僕も4つ5つ反応くれるんですけども、僕の見極め点は何かというと、今後いろんな交渉をしていく中でポイントがあります。1つ、それはまずレスポンス、返事の速さなんですね。だこれはビジネスにおいても人間関係においてもそのレスポンスの速さでもめちゃ大事だと思うんですけど、そこを見ています。あとはどんな車を使うのか、それ詳細にいろいろ連絡を取っていきます。そして4人5人連絡くれますから、その中で一番レスが速くて、しかも英語が通じやすくて、僕の場合はね、そして値段が安いっていうところを見極めて申し込むというやり方なんですよ。そうすると僕の場合だと2週間で100万円ぐらい日本発着だとするのが1ヶ月で30万とかで収まったっていう話なんですね。もちろん現地のガイドにとってはその30万ぐらいっていう額はかなり高額ですから、でもちろん僕はそれで友達も交流させますから、3人4人でやるんで、向こうからすると100万とかのお金が入るわけで、まあ、もちろん向こうは自分の車を出して1ヶ月っていう時間かかったりするんですけれども、それでもアフリカとかそういう現地の人にとっては高額なので、それも交渉として成り立つっていうことなので、まあいろいろね旅を安くする方法とかあるので、このご時世 SNS を活用してそういう交渉をすればいい。もちろん日本語喋れる方っていうのは高くなりますから、先ほども言ったように英語、最低限度の英語をマスターする、まあ最低限度できれば Google トランスレーターとかいろいろ使って意味は通じますから、そういうのでやっていけばいいかなと思います。あとは海外行った時にやっぱり日本語を話せる人ってほとんど少ないので、旅を通じていろいろ友達作る時に最低限度の英語ができた方がいいというふうに思うので、ちょっとやってみたいなっていう方は僕フィリピン留学、今はなんていうんですかね、コロナ禍でフィリピン実際行けないとかありますけども、オンラインとかありますから、それもリーズナブルの値段で、例えば携帯電話があるとかインターネット環境があればいつでもレッスンできるので、ワンレッスンが30分からなってるので、それを知りたい方はまだ僕の方まで連絡ください。今日の教えてカン様は、個人旅行でどうすれば3分の1ぐらいの値段でツアーのね旅行をできるのかっていうことをシェアさせてもらいました。僕のページが気に入った方はぜひですね、高評価、いいね、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたカン様と会う日まで、アディオス。